平尾隆弘と申します。出版社に長年勤務した後、今世田谷文学館の友の会のボランティアをしております。最近友の会の方で館長の亀山郁夫先生、ドストエフスキーの研究家ですけれども、講演をしていただきました。その講演の中で亀山郁夫先生はドストエフスキーの言葉の中で、自分が一番好きなのは他人を愛するということは、他人のその他人ですね、その他人が好きなことを全て愛するということだった、それが一番好きな言葉だとおっしゃっていました。私もそれを聞いて、とてもいい言葉だなと思ったんですけども、こういう素晴らしい言葉に接するにはとにかく本を読まないといけませんね。だから皆さん、ドストエフスキーに限らず、いい言葉、いい考えに出会いたいと思えば、ぜひたくさんの本を読んでください。ありがとうございました。